第2回敵筋バイオ決定戦。こちらの企画はですね、俺やったことないけどこれできると思うねんっていうことを5つずつ持ち寄って、その中からお互いできないものを当てるという企画で、今回のプレイヤーは竹内さんと鬼山田さんです。僕らはそのサポーターとして、サポーター、あ、応援してもらえるんだ、はい、相手のできなさそうなやつを当てる相談役というか。はあ、なるほどなるほど。僕はじゃあ竹内さんのサポーターやります。あ、頼りがいがあるな。島田さんは鬼山さんのサポーターをやります。皆さん任せてください。竹内さんのことは大体わかってる。お願いしますよ。まずは発表してもらいますか。そうですね、うん、これができるかもしれないっていう、これが大事ですからね、うん。まあ、僕といえば早食いみたいなところがあるんで、どん兵衛お湯入れて3分待って30秒以内に食べます。30秒、え、汁も含めて、汁も含めて30秒で汁も含めて30秒。それはいける。全然いけるんで、これあれですよ、大盛りカップじゃないですか。30秒、30秒ですよ。まずやけどするよ。暑さには強いんで僕全然本当に、あのね、どん兵衛ってめちゃ少なくて3口ぐらいで終わるの。まあ少ないな。量の足んねえなって思うんだよね。量っていうか、その温度のことを我々は気にしてて。太ってる人って、あの、口の中のもう感覚ないから。そんなことない。そうなの。うん。強いから。もうすぐ食べるから太るわけで。あんまり噛まずに食べるから太るわけで。そう、あんまり噛まず食べるからたくさん食べれるんですよ。満腹中枢を刺激される前に。竹内さん同意してるけど、汁も飲み尽くすって言ってるんだ。だって30秒以内に1個いけるけど、汁っつったって結局液体やからな。飲み物だな。汁は5で温度とかを気にしたことないのかな。汁は8秒ぐらいです。で22秒で麺でもちろん待ってる時間はないですよ。3分、5分待たなきゃいけない。そうかもしれないけど、もう一つはいつもテレビで見てて自分でもやれんじゃねえかっていうのが、あの手刀で瓦を割るやつ。あるあるじゃないですか。うん、だからちょっと瓦って1枚8000円ぐらいするらしくて、ゲットできなかったんで、ちょっと土鍋の蓋を今回用意したんで。え、それを、これ土鍋？これをそうっす、そうっす、トップで割るんや。できるかなと思って。まあまあまあ、なんか真ん中についてない金具みたいなの。死ぬかね。絶対これ真ん中はちょっと無理でしょうね。サイドからこう置いてある感じのところを、この持ち手のところから斜めにバッて斜めにパリーンっていくという。これができる。土鍋ってもろいもん。焼き物ってもろいやん。すぐ割れるやん。結局すぐ割れたら困るから蓋として使ってるの。蓋ってすぐ割れたら困るから。いや、だってそんな殴る、違う違う違う、蓋を殴ったりしないでしょ。しかもちょっと僕が調べたところによると、瓦割りって成人男性の平均は4枚とからしいんですよ。だから1枚ですよ。たほんとは瓦4枚用意したかったですけど。そういうことだって、雨風がとか雹とかが降ってくるのを耐える、屋根についてるやつですら殴ったら割れるのに、同じ焼き物で。なんでしょう、あの瓦って板だから割れるわけだって、これ丸いから衝撃が分散されるというか。いや、それもあって、むしろテコの原理が働くと思うんですよね。このスペースがあることによって、スペース、よし。竹さんうまいな、そのできなさそうに紹介するの。ほんまはできるけどな。できないと思う。いや、全部完璧に、なんかそんなレベルでやってんの。次はあの、はい、打って変わって可愛い感じのやつでやってみたい。これバルーンってあるじゃないですか、風船の。はいはいはい。これを作る。これ僕肺活量がとんでもなくあるんで。これなんか時間制限とかじゃないってこと。そう、どれぐらいかかるんだろうな。どれぐらいかかるか分かんないから、いつか諦めるってことですけど。どういうこと。どういうこと。時間無制限だったら絶対できるけど。これができないってなんだ。難しいってこと。じゃあ速さを言いたいんだよな。まあ1分ぐらいでできるんじゃない。できねえだろ。ただ1分でそれできる。いや、2分にしよう。これはどん兵衛と違って難易度が高いから。森山さんめちゃくちゃアホですよ。相手2分ちょっと少なすぎるんじゃない。じゃあ3分。だって顔、体やろ、これ2つ、パーツは2つ。言うて大して大きくないと思うんだよ。右下の方に何か書いてないですか。パーツ何個。いや、バルーン3個、ストロー1本って書いてある。あ、3個。3つできるんだ。3つできるんだ。うん、だってこんなんじゃないですよ、多分。こんなんですよ、こんなん。3分は絶対大丈夫。1つ1分やもんな。1つ1分、うん、これできちゃった、うん、できちゃった。で、4つ目が、はいはい、ちょっと舞台を用意したんですけど。舞台を用意した、すごい。あの、シャンパンタワーってやってみたくて。やってみたくて。はいはいはい。って言っても、まあ、ちょっと金銭的問題から、要はあれなんですけど、ここに、なんで皿乗せたやろ。やって皿乗せるんか。で、今ないですけど、下にテーブルクロスを引いて
シャンパンタワーやんか。関係ねえ。テーブルクロス引きやん。テーブルクロス引きやんか。ダブルで行くんだ。ってやるやつ。はいはいはい。これできると思う。だって、言うて7個、グラス。4、3? んこれはできると思います。3、2、7個って何や。え、タカさん、それは、そのあれ、シャンパンの中に液体を浸した上で、テーブルクロスでシュッてやるってこと。あ、そう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 。村本さん、アホです、相手。アホアホ。これは、こぼれてもいいんやんな。あ、こぼれてもいい。シャッてできればいいってことです。でもシャンパンタワーが倒れたらダメってことでしょ。あ、倒れた、もちろん、グラスが倒れたらダメ。ちょっとこう、揺れて、揺れたなんか、遠心力みたいなやつで、シュッてなるのは、まあまあまあ。揺れた時点で危ないけどな、よく考えたら。だんだん擁護できなくなってきて、擁護できなくなってきて、あまりにおかしすぎて。でも、テーブルクロス席って、コツさえつかめば、その、誰でもできるというか、その、コツがつかめないんだよ、だから。やったことはないんでしょ、だけど、いや、ないですよ。そのテーブルクロス席。でも、アイドルとか、アイドルとかがパッてやって、パッてできちゃうやん。さすがにアイドルもぶつけ本番。いや、そう思うんだけどさ、あんなのでチヤホヤされてて、なんなのって思うんだよね。いや、思う。シャッてやるだけ、シャッてやるだけだもんな。そう、やるだけ。こうやって斜め45度、後ろ斜め45度でシャッて引くだけ。教えてる、ちょっと。ちょっと教えてる。そんな簡単なことじゃない。そうなんだ。へぇ、まあ。ということで、あれを引くのと、はい、最後に、あの、下にちょっとビニールシート引いてると思うんですけど、あれは僕がこぼすために引いてるんじゃないですよ。うん、そうなんだ。あの下にいる、あの、ちょっとペペローションを買ってきたんで、うん、バーってやって、で、ぬるぬるシートの上で、うん、あの、バービージャンプってわかります？しゃがんで足引いて、はいはいはい、上でジャンプするしゃがんだ、まあまあ、そういう筋トレがあるんですよ、うん、それを10回30秒でやれるか、うん、ちょっと待って、バービージャンプ1回3秒はね結構ピースですよ。じゃあ1回やってみて、そのぬるぬるに足引いてないの。バービージャンプっつうのは何かっていうと、まあ、しゃがむ、あ、はいはいはい、足を伸ばす、もう1回戻す、立つ、しゃがむ、伸ばす、これです。はいはいはい、つまりそれはバービージャンプじゃなかったら失敗って認識ないの。それずって滑ってなんかベチャってなっちゃったりとかしたらそれはもう、あ、そうそう、もちろん体が上半身とかベチャってなったら失敗です。うん、秒数とかじゃないから、これは。え、秒数なんですよね。うん、え、秒数って言ってたよ。違う、言ってたよ今。秒数って言ってたよ。1回3秒は早いですよ。1回30秒でなんか10回やるんですよ。だってだってヌルヌルだから1分で10回にしましょう。60秒で10回。いや、だから秒数とかじゃないやんな、だけどできるかできないかやんな。え、つまりその、いや、なんでできる、でき絶対できる。それさ、何言ってるんですか。1分あれば絶対できる。困ってる、用語ついて困ってるやんか。できない、全部できないと思ってるやん。はい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 、はい、さ、60秒で10回、60秒、6秒かかる、6秒、もうゆっくりやって、じゃあしかもそのズルってなったら、だって今 3秒ぐらいでやってましたよね。ズルってなったら見てましたよね、それさ。やったからローションなんでしょ。60秒で10回はできる。おやさん最初でいいと思う、ロンヌルヌルローションが。え、何何の話してる。急に話しかけてきたけど、できるやつから消していくわけでしょ、こういうの。お姉さん、無視無視無視。おかしいだろ。僕のとなんか違いすぎて。テイストがね。これですね、だから。はいはいはい。プッチンプリン。顔面プッチンプリン食べですね。手とか使わないで、もう顔の力だけで。ここに額にプッチンして、うん、そのままズルズルズルで口に。持っていくやつです。え、鼻のところで引っかかって飛んでく、迂回するんや。だからこう、そうやるんや。そういうこと。そうそう、見たことないっすかこういうの。いや、これ難しいな、かなり。いやもう竹内さん、落ちちゃつるんって。できるだろ、竹内さんのやつ。竹内さん言われたくないって。これ言うの恥ずかしいよ、なんか。鬼山さんがお気に入った感じになってるだろ、なんかわかんないけど。全然ドンベイの方が簡単だろ。ドンベイの方が落ちたらもう、落ちたらもうおしまいっていう。おかす不可逆性があるじゃん。ドンベイは。これ大丈夫。これでも、あの、プチプリは何秒なの。何秒とかじゃない、全然。何秒とかじゃない。ここからずってなったらおしまいだから。しかもこれなんか知らんけど、コンビニって今もうビッグしか売ってないから、でかい、難しいよね、でかいプチプリ。ああ、それはもうなかなか、うん、そもそも口に入るのかっていう。いや、まあ吸えばいいやろ、それは。穴を見つけた、うん、穴や穴、これ、ここ穴。これ、これで1ポイントだ。もうやだよ、もう。次が、コーラです。おコーラを1本飲んでゲップをせずに現存12天守を全部言う。結構無理だと思いますよ。お城、ね、現存12天守、お城を12個言う。一気にコーラは もちろん一気に飲むんですよ、皆さん。グッと一気に飲むよ、まあ、あんまりだからコーラでゲップをしたという記憶がないので、うん、そうかな。これも絶対に無理、うん、無理なもんなんだと思う。みんなゲップしてんの、コーラ飲んだら。お山さん、絶対無理なやつ出すのあんまり良くないと思いますよ、こういうの。
生理学的に無理なわけだから。大丈夫かこの企画。絶対無理。だってハイキングウォーキングですら失敗してる。ハイキングウォーキング失敗するまでが、ね、失敗するまでがセットやねあれは。失敗しなきゃダメじゃん。騙されたか、タケさんこれね、もうゲップした方が面白いから、鬼おさん絶対ゲップする。しねえよ。次が、スーパーマリオ、ブラザーズ。一面ノーミスクリアです。いや、これは。ブラザーズでしょ初代ですじゃないの？これはもうできるに決まってるというか。まあまあ別にゲーマーではないですけど、まあイニシエのやっぱ。これできないとはず。というのはここはもう多分大丈夫やと思う。これはできる。大丈夫、ここは大丈夫っていうか。あとは、ハーモニカを口に加えて、洗濯バサミ、顔面洗濯バサミ。何個？今、10個ありますけど。10個つけて音を鳴らさないってことね。鳴らさない。ああなるほどそういうことか。パーって、まあ、どこにつけるかとかはもう指定していいですよ。おい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 。これ無理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 。これ無理痛みに強いんだよ。いやこれ無理ですよ。なんで？いやめちゃくちゃ痛くないですか？洗濯バサミ。もうやったことないけど。あやったことないんだ。でも痛みに強いんですよ。山田さん。うちの山田さんは痛みに強いから。あ痛やったことないなら絶対できない。本当に洗濯バサミでいいから、ね。びっくりするから。こんな強いのってびっくりしてファーってなるから。ちょっと見たいなそれ。最後が30秒スキャットマンです。スキャットマンジョンの曲を歌います。はい。でジャスト30秒のところでアイムスキャットマンって言います。おお、こうなんだそれ。わからないけどよくわからないけど。なんでこの曲知らねえんだよこいつら。さあさあさあじゃあね。ここから、相手ができないであろうと思うものを一つ指定して、実際にやってもらうと。なるほどね。順番向こうが決めなのか。できないやつは一個しかないはずやから。こんなのお互い。お互い。そうなんや。正直これはっていうのはあるんだって知らないのに、できるかどうか。でも、いや、できるって、いや、でもやったことなくてもできるって分かるものがあるじゃん。できないってそういうことだから。前提がおかしいけど全部できる中の1個だけできないっていう嘘が紛れてるのは当てるゲームですから、ね、なるほど。そうそうそう、だからできないのは1個だけのはずやから、うん、先に当てた方のだから勝ちですよね。できないの一周で終わる。いや分かんない。何言ってんすか森山さん。全然分かんない。これはもうこっちランダムランダムで選んでもらってると思って。考えるなめきってるわ竹さん。いやほんとほんと、いけるいける。全然できるとこ見せてやろうぜ。やっぱハーモニカ洗濯バサミを一発目にちょっと持っていきたい気持ちはあるんですよ。一発目とかないから。一発当てたらいいから。うん、一発当てる、一発当てたら勝てるから。そうね、そうね。いやマリオは外すでしょまず。うん、でよくわからない。スキャットマンもちょっと置いとこう。うん、置いとこう。難しさがわからん。置いてかれたらスキャットマン。めちゃめちゃ難しいやろ。難しい、すごい難しいのに。ちょっと待って、コーラの一本のやつってチビチビ飲まんよな。そりゃそうだろ。まあまあまあ、そんなちびちび普通にドバドバドバだろ。うん、飲むよ。一気飲みってことでしょ、もうほぼ。そりゃまあまあ、そうだ。ただコーラが嫌いだから。うん。あ、嫌いなんだ。どれだけどれだけガッて飲めるかどうかはちょっともう体調次第。でも別に時間は決まってない。コーラを何秒で飲むとか書いてないから別にここには一切。コーラは飛び込む。でもなんか飲んで。まあまあ、お休みはないでしょ。ああ。一応ちょっと口つけとくみたいな。うん、あ、コーラ結構やっぱりそうね。マジレスするとコーラが一番難しいと思う。そう、洗濯バサミかコーラだよな。洗濯バサミってじわじわくるんじゃないかなって思うんだけど、やった身としては。あ、音ってなるのかな。鬼山さん結構我慢強いっていうのは結構あるから、我慢強いエピソードとかも結構鬼山さんは、うん、そうですよ。あ、もうならない。これなるわけない。これで鳴らしてみて。これはないだろ。一回鳴らしてみて。この状態ならはいはいはい、もうこんだけなるんだもん、ちょっとの息で。すごい、そこ分かるよ、こんなの。いやー、たけさん、どっち？本当にできないっていう点で考えると、うん、まあ、コーラかな。ゲップ出ちゃう、ね、うん。耐えるとかじゃないもんな、コーラはもう。うん。生理現象に近いから。うん。行きましょう、じゃあ。はいはい、じゃあ。コーラを1本飲んでゲップをせずに、現存12点中全部 U でいいのね。あ、俺も選ぶな。なんでもいいよ、別に。バルバル、バルバル。バルバル無理無理。バルーンはめちゃ簡単でしょ。絶対できるよ。絶対できるよ。これできないわけないもん。じゃあ、ふたふたふた。ドラメのふた。ドラメのふたですね。これはできない。でも映像的に見たいのはシャンパンタワーテーブルクロス。まあそうね。見たいで言うと、やっぱドンベイ。ああ、確かにドンベイか。ドンベイかシャンパンタワーみたいな、ね。まあ、シャンパンかな。全部当然できないんだけど。どれが、どれが一個だけやから、できないのは、できないのは一個だけやから。4つできるこれ。
分かってないな。見えるもんね、あちちあちちってなって最後にちょっとだけ残ってるっていう未来がもう未来予知できる。ここでちょっとってあの1滴とか2滴が許してやさいそれ行けるってブル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 ってやるのやれないわけだからさすがに。じゃあどん兵衛30秒以内でいいですか。どん兵衛食ったことないのかなこの人たち。ないやろ。あるからだよ。はい、オニオさんお願いします。はい、じゃあコーラ1本飲みます。ちょっと抜いたんじゃあ今振ってまあまあこんなもんか。許そう許そう。違う違う今のはそんなこともある。はぁ、あ、そんなこともあるよ。普通に飲むタイプ。普通に飲んでるやん。飲んでる何普通に飲んでる。普通に飲む。ちゃんと飲んでる。ほらこまめにゲップしてるよ今。違う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 妨害工作やんか。鬼山さんが飲むのに集中させる。人はこんなにコーラ飲むときに笑わないよ。鬼山さんが飲むのにイチャモンつけすぎだって。鬼山さんが飲むのに集中させる。ちょっと待ってよ。笑わしちゃダメじゃん。そうこれいいんだ。妨害してそのできなくさせんのいいんだ。何を笑わせた。何で笑った俺。そう何で笑わせた。そうそうです。ゲラゲラ笑って鬼山さん勝手に笑ってるんだって。もう緊迫感出してくださいちゃんとチャレンジなんだから。すごいおばおいそういうそう妨害してるやん完全に。ちびちびなんか飲んでない男の大体傾き方がさおかしいんだよ。あとこう角度つけるよ角度。飲んでるよ炭酸に初めて触れた人やんか。いやいや笑わせると好きなんだよな。いや妨害がすごいわ。ナイスナイス。いいよ鬼山さん飲んでる飲んでる。あ飲み切った飲み切った。あもう全部全部ほぼ飲んだな。長い。あおいしいおいしい。口の中で炭酸抜いてるやんもうこれ。炭酸抜くてなんなん。口の中で抜けないだろコーラの炭酸って別に。あーいい、あーかっこいい、よし、できたできた、まずコーラオッケーや。はい、マイクに近づいてちゃんと。はい。弘前城を、丸亀城を、松本城、早くないし、姫路城。いや、もしかしてこっちが無理なの？備中松山城を。いやいやいや、午後行ったよ、午後、もう動けるよ。高知城、宇和島城、宇和島城、はい、7、松山城、8、松江城、9、犬山、10、彦根、11、あと何？どれを言った？どれ言った？いや見せてもらえな、俺らもまず知らんから、順行、答え俺らにも分からないから。確かにリスト渡しとかなんかダメだったね。そういうのも含めて。だから弘前、行った、ビッチ松山、最初からね、最初からじゃあの、はい弘前ビッチ松山、丸岡、丸亀は、丸亀行った？行った行った、もう行ったかどうか何にも分かんない、もうアウト出ないだろ、出ないでしょこれ、出ないでしょって、ゲップ、なん、ほら、えじゃゲップゲップがどうやっても出ないでしょ、とりあえずとりあえず成功、12種って言ってこと、12個言ってないから、とりあえず成功、言った言った言った、言ってるよ12個、数え間違いだろ、全部足したら言ったよ今、それ2回繰り返していいのかな、言い直しの、じゃあ今から言うよまだ、ゲップしてないから、言って言ってよ、なんでちょっとキレ気味なの、おかしい、言った方がいいよ本当に、こんなダラダラしたようなゲーじゃないねあれ。でもとりあえずゲップは出てないわけだから、ね、ゲップは出てないわけだから言えないんだ笑かすからやそれはだって、笑かしてない、本当に笑かしてないってずっと笑かしてる、ずっと笑かしてる、小泉さんがなんか誘い笑いみたいなことするんだよなんか知らないけど、違うやん、チュルチュルって飲んでるから、うん、全然ちょっと思ってたんと違ったんですよね、なんかいやこれはもう三角